薬剤を入れるためにバッテリーを外していきます。7年使い倒したみんな大好きカオスバッテリー、かなり弱ってきたので強化薬を放り込むことにしました。事前に充電液を規定値まで補充し、充電してから薬剤を入れろとのこと。半年に一回ペースで投入していてはコスト的にいいとは思えないが、役に立っているのか微妙なゲージを確認。一応良好状態。充電前に電圧チェック。ほぼほぼ加減にいるようですな。充電液を確認するためになんとかコントロールシールを剥がします。ゴミが入らないように汚れを拭き取ります。ちゃっちゃと開けていきます。なんか汚い。どいつもこいつも汚いな。液量を確認。漏れている端子の層がかなり減っているようです。充電液こちらもゲルマニウム入り。400cc ほど入りました。プラグも掃除しておきました。110% しか見たことないのだが、今回はメンテナンスモードで充電しておきます。充電完了。100% だったのになぜか電圧だけ上昇する喜劇。
一応、電圧チェック。微妙な上昇値。やっとお薬を放り込むまで下準備が整いました。半年に1回放り込むくらいなら5、6年でバッテリーを買い替えた方が幸せだと思うが、すまん、聞かなかったことにしてくれー。さあ、お薬のお時間です。役に立ってもらおうか。溶ける気配がない。とりあえずゴミが入る前に蓋をしておきます。24時間放置することにしました。今まで漏れていた充電液のせいでケーブルがちょん切れそうです。バラしました。ひどい侵食状況。なんか止めてるところも外れとるし、汚ねえなあ。切り飛ばして端子を交換です。交換しました。外れていただけなのか、取れることはないようです。液漏れ対策アイテムを買ってまいりました。もっと早くつければよかったのですが、役に立っているかはよくわかりませんな。そしてマイナス側のアースケーブルは丸ごと交換予定です。ケーブルはエンジンマウントと共締めされています。
この機に交換してしまおうと思っているのですが、部品が来ない。ご視聴ありがとうございました。またの視聴をお待ちいたしておりますです。はい。過度な期待をしない方はチャンネル登録願います。